海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。今回やってきたのは甲斐市にある養殖施設。ここで行われているのはオニテナガエビの養殖です。オニテナガエビは東南アジア原産、淡水と海水が混じる汽水域で生まれた淡水で育つエビです。国内での養殖は難しいと言われています。養殖を行っているのは人材派遣会社ヒューネクトの今村秀樹社長です。世界最大の淡水魚と呼ばれているんですけど、生まれる時はですね、海水、要は海の近くで生まれます。プランクトンで、生まれるんですけど、その中で最も難しいのは水の管理ですね。水質の、変化にですね非常に敏感で、多少の汚れでもすぐに死んでしまうという形で、このオニテナガエビの養殖は非常に難しいとされています。はい、こちらの施設では閉鎖式循環ろ過システムを用いて塩水の循環とフィルター、バクテリアで水を浄化します。このシステムにより水を常にきれいに保つことで病気の少ない健康なオニテナガエビを育てることができます。この秋から甲州オニエビの名前で売り出し、甲府市近郊の温泉地で簡易プールによる釣り堀施設を開く予定です。素揚げにすると美味しく、伊勢エビのような食感が味わえます。日本中の方に釣りや味を味わってもらいたいと思いますので、まあ修行生産、要は地エビというものを僕が作り上げてですね、日本中で、まあ、もしやりたい方がいればですね、その人に販売をしてこのエビを、味わってもらったり楽しんでもらったりしたいと思ってます。山梨県の陸上で育ったオニテナガエビ、新名物として期待が高まります。海と日本。